ウェーバーキャブレターで、トマソ・マングスタの4連ウェーバー・ウェーバーは、イタリアの自動車部品メーカー。主にキャブレターを製造していた。現在は、フィアットグループの一員であるマニエッティ・マレリの傘下に、あり、スペインで製造を続けている。主力はキャブレターであるが、エンジンコントロールユニットや、スロットルボディなども製造している。大小のベンチュリが見える1889年。 エドワルド・ウェーバーは、スイス人の父とイタリア人の母の下、イタリア・トリノに生まれた。トリノ大学で、機械工学を学び、フィアットで働くために、ボローニャに移り住んだ。この頃、後に、ゴルディーニを起こしたアメディ・ゴルディーニを指導している。1920年頃、自らレースに使用していた、フィアット501の燃費改善のため、オリジナルのキャブレターを作った。 1923年、エドアルドは、ボローニャにホブリコイタリアーナカーバーグトリウェーバーを設立。当初は、フィアット車用のキャブレターを砂型鋳造法で製造していた。30年代に入ると、ツインバレル型キャブレターを開発、大小のベンチュリを組み合わせて、高性能化した。これらは、マセラディアア・ルファロメオのレーシングカーに採用され、ウェーバーの名は、一躍知られるようになる。 1945年にエドアルドが死去、1952年にはフィアットに経営を委ねる。それまではレーシングカー用の製品が目立っていたが、50年代からは前述の3メーカーに加え、アストン・マーティン、BMW、フェラーリ、フォード、ランボルギーニ、ポルシェ、フォルクスワーゲン、ルノー、アバルト、ランチア、ロータスなど、 市販車の純正キャブレターも製造するようになった。フェラーリの6連ウェーバー1950から1970年代には多くの車種に採用されたが、特にフェラーリ 250GTO、ランボルギーニミューラ、ポルシェ911、フォード GT40、ランチやストラトスなどの数々の歴史的な名車や、ルマン、キャンアムなどのメジャーレースに参加した多くのレーシングカーに装着されたことが、 ウェイバーの名声を決定づけることになる。V 型8気筒エンジンには4機、V 型12気筒エンジンには6機ものウェイバーが並ぶ、姿は相関であり、その盛大な吸気音と共に強いブランドイメージを作り上げた。また、クーフォルクスワーゲン、ミニ、フォードエスコートなどの大衆車の改造にも広く、人気を博した。これらの車種の場合、純正キャブレターから IDA 型やダコ型といった、 高性能な大口径キャブレターに交換することが上等手段であった。しかし、1970年代後半には燃料噴射装置が台頭し、急速に需要を減らすことになる。ダコ、SP 型、チョーク機構がなく、ダコ型よりスッキリしている1950年、スペインのブレッセル SA に製造ライセンスを提供。1972年、 グアダラハラ工場にて製造が始まり、増加するニーズに対応した。1984年、ブレッセル SA を、ウェーバーエスパーニャ SA に改称1988年、マニエッティ・マレリの傘下に収まる。1992年、イタリアでのキャブレター製造を終了。1993年、グアダラハラ工場で、ソレックス製キャブレターの製造も開始。 欧州における約80%のキャブレター製造がここに集約された。2005年、LCN メカニカがグアダラハラ工場を買収、ウェーバーの商標利用についてマニエッティ・マレリとの間で合意がなされた。その後も現在に至るまで全モデルの製造が行われている。ボローニャから移転した当初、品質の低下や供給の不安定さから悪評が立つこともあったが、 LCN メカニカによる改善が進むにつれて評判が好転した。日本では今でもイタリア製ウェーバーが重宝される傾向があるが、中古のキャブレターには経年劣化がつきものであり、また振動や熱で亀裂や歪みが生じることも多いため、スペイン製の新品ウェーバーの人気が高まっている。スペインで製造が開始されたダコ SP 型は長く主流だった。 ダコ型のマイナーチェンジモデルで、フロートの材質が、真鍮からプラスチックに変更され、チョーク機構が廃止されるなどの改良が施されている。電子制御による EFI が主流になった現在、ベーバー製キャブレターの活躍の場はかなり限定される。80年代以降の車両に装着されることは少ない。ただし、過去のブランドイメージは強く残っており、 高性能キャブレターの定番としての需要は続いている。特に海外のキットカーユーザーや古いイタリア車、英国車、クー VW ファンの間では交換用部品として人気が高い。現在も人気のある高性能モデルのほとんどはエドワルドが基本的な設計をしたものである。日本市場においては三国がノックダウン生産していたソレックスに次ぐ存在だったが、 ソレックス PHH 型とエーバーダコ型は、スロットル系が近いこともあって、常に比較対象になっていた。部品の供給や、価格などで国産の優位性があったソレックスほどでは、ないが、日産、L 型エンジン、A 型エンジンなどの競技用、改造用に盛んに装着され、ターボ化される前のマツダロータリーエンジンの改造には 48IDA 型が定番であった。 トヨタ AE86 の N2 クラス競技では48ダコ型が主に使用された。またプリンススカイライン 2000GT は40ダコ -18K を標準搭載に3連装していた。ちなみに GTA には一般的な引き制であった。以前はフェット極東がキャブレターの輸入販売を行っていたが、現在は取り扱いをやめている。 4 5ダコ q 型と5 5ダコ、s p 型の比較、スロットル系が大きく異なる 48IDA 型。ポルシェのエンジンに装着された IDA 型数字は、スロットル系を示し、アルファベットはイタリア語で、キャブレターの特徴を説明している。モデルによって、特性やパーツのバリエーションが様々であるが、ここでは、人気の高いダコ、ダコ、s p IDA、ID IDF 型についての説明とする。仕組みについてはキャブレターを参照のこと。アイドリング時及び 3000rpm 前後までの低回転時の混合技供給の役割がある。二桁の数字が燃料の量を、回ナンバーが空気の量を表す。20種類以上存在するが、一般的には空気穴の小さい順から、回6、回12、回9、回8。 回11、回13、回2、回4、回5、回7、回1、F3 の12種類が使用される。IDA 型では、回10を使用し、IDF 型は DCNF 型と共通の形状になる。いずれもアイドルジェットホルダーに差し込んで使用。スロージェットとも呼ばれる。エマルジョンチューブの上部につき。 メインジェットとともに低中速から高速走行時までの広いレンジにおける混合技供給を担う。70から290までのサイズがあり、数字が大きいほど多くの空気を計量する。エアコレクタージェットとも呼ばれる。エマルジョンチューブの下部につき、エアジェットとともに低中速から高速走行時までの広いレンジにおける混合技供給を担う。 80から290までのサイズがあり、数字が大きいほど多くの燃料を計量する。上部にエアジェット、下部にメインジェットが付く。それぞれのジェットで計量された空気と燃料を混合、微流化する。側部の穴の配置、数、大きさ等によって特性が異なる。20種類近く存在するが、一般的には、階7、階9、階11。 回16などが純正で装着されている。回2、F3、回4、回7、回17は高性能エンジン向き。ソレックスのジェットブロックに相当するパーツである。スロットルを急激に開いた時に作動し、不足する燃料を補う役目を持つ。30から100までのサイズがある。ダコ型とダコ、SP 型は共通するが、IDA 型と、 IDF 型はそれぞれ形状が異なる。仕組みについての詳細は加速ポンプを参照のこと。現在も入手可能な主要モデルの一覧を表す。ありがとうございます。